さあ始まりましたイナチャンネルフェブラリステイクス2021展開予想展開推奨場の方発表していきたいと思います世界一わかりやすく展開の方解説していきますぜひ最後までご覧ください セブラリーステークス2021展開の最重要ポイントからお伝えしていきますということで,で、すね、枠順確定後の今回、超速報になっております、チャンピオンズカップの上位馬が不在で、混戦は必死状態ということで、ですね、どうなっていくのかというところですね、ペースを読むこと、これがですね、最も重要なことになります、ペースを読んで、ですね、上がり35秒台の足を使えるのかどうなのかというところですね、しっかりと見極めていきたいなというふうに思っております。 東京のダートの傾向からいきたいと思います。土曜日のですね傾向ですね、先週土曜日、先行馬が13頭、差し馬が5頭という結果でですね、まあ、先行馬の方が完全に有利だなという展開になりました。一方でですね、日曜日ですね、先行馬が11頭、差し馬が10頭ということでですね、まあ、ほぼイコール状態ですね、先行馬と差し馬がほぼイコール状態になったというところですね、まあ、ペースや展開次第ではですね、差し馬がですね、対等してくる余地はあるという、 ところですね特にワンターンの戦四や1006六ていうのはですね直線勝負になりやすいので差しが決まることも多いですからその辺り注意してですね狙っていきたいなというふうに思っております最後までいい足を使えるのかどうなのかというところですね徹底的に見ていけたらなというふうに思っております、これがですね今回のキーワードになってくると思います。 上がり35秒台が使えるのかというところをです、ね、見ていきたいんですけれども、じゃあどうやって見ていくかって言ったら、ですね金5000で上がり35秒台を使った馬はどの馬なのというところですね、まあ、先行差しに関わらず、ですねどういった馬が35秒台の足を使っているのかというところですね、上げていきたいと思います。アルクトス、エアスピネル、カフェ・ファラオ、そしてですねサンライズの馬、スマート・ダンディ、ヘリオス、そしてですねソリスト・サンダー、ヤマニアンプリメ、レッドルゼル、ワンダー・リーデル、計10頭ですね。34秒台の 足を使ってる馬もいるんですけれども35秒台の上がりを使えた馬、金5000で使えた馬というところです、ね、10頭、この中からさらに絞っていきたいと思います。 とということで,ですね、1600m で35秒台を使ってかつ連帯している馬、ここまで絞りたいと思います。えこうなったらですね、かなりいい数がですね、少なくなっていきました、金5000で,です、ね、35秒台を使ってですね、かつ上がりですね、1600m で連帯した馬というところです、ね、アルクトスとカフェファラオそしてですね、サンライズのバ、ソリストサンダー計4頭になりました。そしてですね、カフェフェァララオ、アルクトスサンライズの この3頭に関しましては勝利しているというところですね勝利していいるというとうころがですねポイントで黄色文字で書かせていただいております、そしてですねアルクトスに関しましては g 1もその上がり35秒台のマイルで,です、ね、勝っていますしサンライズの場は重賞を勝っていますということでですねまあ適性が高い。 3頭上げるんだったらというところはですねまあ、この馬たちがですねほぼほぼ間違いなくカフェ・ファラオはです、ね、3歳戦でですね上がり35秒台で勝っているというところからも考えるとですねやはりアルクトスサンライズ馬この2頭がですね舞台適性が一番高い2頭になってくるのかなという,ふうに私は考えております。 ということでですね、ここから展開予想に戻っていきたいと思います。逃げ馬予想していきたいと思います。展開の鍵を握る逃げ馬はどの馬なんでしょうかということで,ですね、サクセスエナジー、この馬を上げさせていただきたいと思います。えー、先行争いはですね、激しくですね、90%ハイペースになってですね、まあサ、サクセスエナジーが逃げる形になると思うんですけれども、シ、まあ、芝スタートということを考えますと、だいたい34秒台前半ぐらいなのかな、その3波の34秒台で入るのかなというふうに思っており ということでですね最後まで足を残せる馬をしっかり探していきましょう。ということで,ですねここまではあくまで基礎です、ここからですねフェブラリステイクス2021の展開予想より詳しい全馬の位置取り見ていきたいと思います。展開を制する者は馬券を制すということでですね2021年初めての G1 徹底的にですね解説していきたいと思います。 こちらが展展開開予予想想フェブラリスステイクスの展開予想になります前半が34秒後で入って上がりが36秒1、このようなですね競馬を予想しております。総破時計は1分35秒4というところですね。えー、人気各馬の位置取り見ていきたいんですけれども、サンライズノバ、3番人気が予想されているサンライズノバはこの位置、大体です、ね、13、4番手ですね、昨年と同じようなポジションで、そしてですねレッドルゼル、レッドルゼルはですね大体10番手からですね8番手から10番手ぐらいですね外側で、そしてですねそのうちにですね、 カフェファラオ、このようなですね展開になるのかなというふうに予想しております。ということで,で、すねまあ、基本は外枠の馬だというところが、ですね、えー、このフェブラリーステークス。 ダートのですね、芝スタートはですね、芝を長く走れる外枠の馬が有利だというところはですね、競馬の基本であるんですけれどもまずはですね、外枠のですね、サッシュ馬を狙うのがですね、基本なのかなというところでございます。サクセスエナジーが逃げる形ですねインティやヘリオスそしてですエ、ね、アラマスのあたりもですね、行きたい馬ですので内枠各馬がですね、引っ張っていく形になるのかなというところでございます。ででいいですすすね、ね、ね、このあたりのりり、ね、頭はです、ね、上がりが36秒5 5ぐらいなのかなというところでございますそしてですね1列後ろですね1列後ろのですね山にアンプリメまでがですね36秒0から36秒5ぐらいですねまあ、馬券に絡むにはですねこれ以上の上がりを使えないとダメだよというポジションがですねその後ろの列ですね黄色で囲ったですねこの列ですねこの辺りの馬がですねだいたい35秒台後半で上がれるのかなというポジションになってくると思いますそしてですねサンライズの馬後ろのですねサンライズの馬やですねワンダーリーデル はですね、えー、もしかしたら34秒台、大体いい35秒台前半で上がってくるのかなというところですね、まあいかにスムーズにいい競馬ができるかというところが、ですね、この後ろの馬たちはですね、えー、ポイントになってくるのかなというふうには思っております。ということで、ですね、まあ大体いい黄色の四角で囲ったこの馬たちの中から、ですね、本命馬の方を決めていかなきゃいけないよというところはです、ね、まず一つお話ししていきたいところなんですけれども、続いてですね、話していきたいのは、ですね、やはりインティーやです、ね、アーマル,アルマスといった選 先行馬ですね、なかなか買いにくいというところですね、まあ、この辺りの馬はです、ね、馬券に入れてもいいんですけれども、紐ぐらいで考えて、ですね、そしてカフェファラオですね、ルメール騎手乗るカフェファラオなんですけれども、やはり内枠各馬が先行するということもあって、ですね、この馬たちが垂れてきたとき、ね、外が壁になってしまう可能性があるので、なかなか軸にはしづらいんじゃないかなというところですね、まあ、それでもルメール騎手だったら騒ぐくだけのですね、実績あるジョッキーですので、分か,り分からないところはあるんですけれども、まあ、それより外ですね。 アルクトスであったりですね、まあ、レッドルゼルに関してはですね、1600m 走ったことはないんですけれども芝スタートだったら持つかもしれないというところですね、外枠に入れたのはですね、かなりこの馬にとっては有利だったのかなというところでございますそしてですね、間違いなく足を使ってくるサンライズノバであったりですね、まあ、ワンダーリーデル辺りはですね、決め足勝負というところになってくると思いますということで,ですね、この後展開のまとめとですね、最も展開の無く馬のですね、展開推奨馬の発表に移りたいと思います。 展開のまとめに行きたいと思います。芝スタートのですね、ダート戦。これはですね、外枠狙いというのがですね、競馬の基本でございます。だいたいですね、外の方がですね、芝を長く走れますし、そういった意味でもですね、足を最後まで残せるというところですね。まあだいたいですね、黄色帽子より外側を狙っていくのがですね、基本なのかなというところでございます。上がり35秒台を使えるのはですね、5列目以降かなというところですね。まあネギシステークス組はですね、ほぼほぼ上がり35秒台を使わないと馬券に残れないという展開 を経験しましたからそういった馬たちから行くっていうのはですねまあ、これは基本なのかなというところでございます。ということで,ですね本命馬は7対3で先行馬からというところでございますけれども今回は足をしっかり使える馬をですね本命にしたいと思います。ということで,ですねまずは展開推奨馬の発表に移りたいと思います。 展開推奨場の発表に行きたいと思います。人気には全く関係なく展開が最も向く馬はどの馬なんでしょうか。サンライズの場を挙げさせていただきたいと思います。東京マイルはですね5114とです、ね、10勝2勝していてですね最も適性の高い舞台。4年連続のですねフェブラリステークス出走で4着、7着、3着、今今年は何着というところですね。昨年と同じ9番でですね3年連続黄色帽子何かあるんじゃないかなというところでございます。今はですね休み明けがかなり充実していますし、 この馬狙っても面白いのかなというところでございますチャンネル登録よろしくお願いいたします明日の4時にですね本名は発表しますのでぜひですねチャンネル登録して見ていただければなという風に思っております参考になったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますチャンネル支援のですねメール登録そしてメンバー募集しておりますぜひですね買い目はメンバー限定ですのでメンバーになってみてはいかがでしょうかということでですねフェブラリーステイクスの予想を明日また発表いたします